よし。よし。今日爆発するか。なんか爆発してばっかだな。このゲーム。どこに行っても爆発してる気がするぞ。もっと不思議ぐらいだ。もっと不思議、承認で行った時ぐらい爆発してない。僕は全て爆発してる。爆発ゲージだったか。よし、爆発するか今宵も。爆発するのは序盤だけだけどな。爆発するのは序盤だけだ、あくまで。後半は別に普通にやるから。後半つうかもう爆発終わったら。よし、お、幸先いいね。まあ、これ幸先いいとは言わな、この状況で。これを幸先いいとは言わん。幸先いいとはそう。レミーラ、マホトラ、ラリホ、もしくはボミオス。ラリホ部分はボミオスでも、メラパニでもある程度代用できるから。いいんだけど、問題はレミーラとマホトラ。よし、マオトラ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 。ああ、でもいい。ああ、いい。あ、メダパニもある。メガサルもある。イオラもある。うわあ、マオトラだけだ。ちょっとマオトラだけだよ、これ。あ、これ、やる？やっちゃおう、これ。ちょっと待って、あいつ出たらどうする。まあ、でもこれレベル上げするべきだな、これは。判断。これ判断としてはやっぱ。ん？あいつ妖術師、そうだ、妖術師出るんだ、ここ。そうだよ、妖術師が出るんだよ。どうする、妖術師出るところレベル上げってあり？いくか、もう。なんか効率悪いよな。妖術師の出るところでさ、レベル上げってどうよ。あんまありだとは思えないよね。よし、4階だな、レベル上げは。こうやって見えれば、なんとか、まあまあやり過ごせないこともないよね。気づくない。よし、これいける。スパイ完了。よし。まあまあやり過ごせないこともないよな、これ。これ、ルーラーとバシルーラーがあればさ、ルーラーとバシルーラー重要か？ほら、とっても、なんとか、あいつ、このチキンレースを制すれば、よし、いける。これ、全然いけるんだけど、全然いけるんだけど、これ、もは。ほんと強いね、ミイラ。神だ。あ、これ、でもきついな、これ。あ、きつい。あ、でも、デインある。ん？あ、デイン違うか。仕方ねえな。もう、倒すしかねえな。誰か知らんけど倒すしかない。倒せなかったらおしまいだ。あとメダカにって言ってもある。ああ、ダメだ、もうこれ。もう一丁。倒せ。ダメだ、倒せねえな。保険が効いたな。ほら。よし。誰だよ。誰だっけ、明治キメラか、これ。こんな明治キメラか。逃げろ。これ逃げれるはず。よし。よーし、おしまい。これで回復可能。ここどこに経験値ポイントも、稼ぎポイントもないから、このまま脱出で。まあ、そうそう危ない橋渡ることもあるまい。なんだこりゃ。え、これ、イオラ使った方がいい？これ、イオラ使った方がいいんじゃないとして。どうよ。でも階段ある以上階段優先か。そうだな。なんとなく戦略が。おお。あ、いいのか。出るぞ、あいつが。毒。は？でも、お、マジ？いけるかも。この距離だったら、倒せるだろ、先手打って。撃たれる前に。まあ、下が毒サイバーだったら死ぬけど。この感じだと倒せるだろ。大魔道出るけど、目玉にはあるから。
メダカに打っといた方がいいか。まあでも、夜は先だ。よし。うおぉ、めちゃくちゃ上がる。めちゃくちゃ上がっとる。イレミとヒャード、イオナズン、トラマナ、ギラ、フィギナマン、マオトン、ビギラゴン、ゴミオス。一発メダカに打っとくか。いや、まだいいか。よし。狩猟の騎士、もうすごいことにやってる。これひょっとして今までで一番流れいいのでは。もしや今までで一番流れいいのでは。こんなに残るか。でまだいけたぞ。よしよし、ルカニ。あとはあールーラない。あそうルーラないか。アメリカにいたよな。ちょっとね、メガザル使いたいけど、もうちょっと待って。メガザルはもうちょい待ってくれ。よし、これでいい。これ今までで一番いいんじゃないの、ひょっとして。そんなことないか。メガザル？メガザルかな？いや、ちょっと待ってな、メガザルは。下のやつ、ドッグかもしんないんだけど。タイマーどうか。これはどうよ。左かんといかんな。メダパニか。オメオスか。オメオスいいの。これかなりいいの。うっ、こいつ。よし、これならいける。きついな。そうくるか。なぜか帰るさ。お前うぜえな。お前うぜえな。ユーラで倒すか。魔法いくつある。これ倒すかな。でも倒した方がいいな。すごいな。ここまで、なんか、ここまで来れるって、もうそのことに驚いてるよ俺は。ここまで来れると。いや、このレベル上げどうなんだろうな、これ。ちょ、賛否分かれるところだな、このレベル上げは。普通に処理して進んだ方が良かったかもしれない。やば。まずい。まずいぞ。やばいだ。かっ！まあでも生き残った。意外と火力低くて助かった。よし。いや、あかんかった、これ。アクションもアクション。まあ、しかし、もうやってしまったことはしょうがない。やってしまったことはしょうがないから。ゴミオスが10。ゴミオスして、バシルーラかな。いや、難しいな、これ。ちょっと、道じゃねえか。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょ、待って。ない。え、なんでこのタイミング？いや、なんでこのタイミングいくんの？あ、終わってねえよ。これがあった。結局これなんだよな。結局これなんだよな、この世は。この世はこれ。てか、こういうの何回かやんないと多分。あ。こういうの何回かやんないと多分クリアできないと思うよ。これ不可能でしょ。これ不可能でしょ。まあ、ちょっとレミーラは良かった。うん、まあ。うん？レミーラは良かったけど、今の。よくよく考えるとレミーラだけだな。だって今のでもさ、マホトラがあればさ、別に大魔道を倒せたわけだ。しかも体力回復できるからさ。マホトラ肝だな。マホトラがないとダメだ。
今のは結局末路だよ。レミーラだけの、レミーラだけの末路。んてかこれセーブされてねえじゃねえか。まあいいや別に。俺が今まで死んだ分がセーブされてる。まあ次からセーブするか。末路だな。ただレミーラだけに恵まれたものの今のが末路だ。俺はあと何回爆発すればいい？お、できれば4回で爆発させてくれ。4回での爆発を処分する。マギマヒャダインモートラメラミ。おおおお、これでラリホークリア違うんだかな。これでラリホークリア結構違うぞ。まあ、レミーラこねたらダメだけどさ。長い長い道のりをこいつと一緒に。もう相棒かと思った。あまりにも長いことついてきたから。マヌーサとかよくスマホなんで通常攻撃が10ターンなので外れやすいっていう、この微妙な効果のくせ、前3方向にしか効果ないんだよ。一発食らうじゃねえか、その間ふざけやがって。お、どこギラ、レミラ。お、え、おい、こら、急激にこれ、急激にこれ、え、急激にこれ。でも行くしかないな。もはや、頼む、もはや、もはや。おお、誰だお前は。でも行くしかないな、これ。願って、いや行きたくないけど。ミラはホトラカイが。まあでもボミオスもラリオを持ってなかった時点でその程度か。このディスカバリーか。ディスカバリーってなんだその。俺はディスカバリーという意味をちょっと本来の意味とは違った使い方をしてるかもしれない。なんかシマウマが、ライオンがシマウマを食うところみたいな、そういうイメージなんだけど、そういう自然の、自然本来の厳しさみたいな、そういう意味として使ってる。もう15ゴールドしかないよ。頼む、一度だけ、一度は冒険にさせてくれ。今日まだ一回も出たとは言えないぞ。ライデン、ヒャダイン、ユリミトマネサ、バギクロス、ヨラ、バギマ、ギラ。マホトラ、ラリホーとか来れば、ちょっとは頑張るよ、俺。ちょっとは。もしくはレミーラ、ラリホートが来たの。そしたら俺は少しは頑張る。お、レミーラヘロ、うっしーぞ。目がされ、目がパニ。お、お、これやろう。やろうじゃないか。ルカニ前方10なんだ。へぇ。ルカニ、目がパニでなんとかいけんじゃねえ、これ。なぁ。力はこうす。上か。稼ぐか、力場。あいた。でも、ちょっと、あ、しまった。こういう誰か分からないやつはもう相手にしないようにしよう。祈祷師の可能性がある。いや、降りていいのかなこれ。どうよ、稼ぐって、ここで。祈祷師の存在だけでさ、ちょっと稼ぐ気なくすよな。こっから一回降りれば、明治キメラは出るものの、基本的にドラゴンとか単価の高いやつが出てくるから、要するに魔法埋まるまで、レベルアップできるよね。さあ、地形頼むぞ。お、左下に地形確認。あれだ。よし、しかもうまい具合に敵がバラけた。これいいぞ。よし、これマホトラ覚えればなかなか、あそこ引きこもって、あとは、あでもこいつ倒せるわ、こいつ倒せる。あれちょっとないじゃないか。イオラがどうやって倒すんだあいつ。ないじゃないか。もう一回
てか、どこに行ってどんぐらい聞くの。来るんだろ、こっち普通に。行け、こいつね、普通に来るんだよね。これさ、こっち近づくじゃん、これで。もうダメだ、これ。普通に来る。やばい、やばい。あ、これ入ってくる。いかん、ダメだ、ここ。全然。全然ダメじゃん、ここ。何、全然ダメじゃん、ここ。全然ダメじゃん。逃げろ。逃げるだろ、お前。お前いつも逃げる。なんでこういう時だけ来るんだよ、ほんとに。もういつか。結局これかい。いいよな、来い。バギクロスラリホ。ラリホ。マホトラ、マホトラ。くぅ、来ないか。そしてこのポンコツチケ。これマホトラ来たら。マホトラルーラ来たら最強回なのに。頼む。てくれ、あ、ちょっと回復していけ、せめて。まあ焦るな、まだ出る。お、これは、お、うまい。ライフはあるよな。あるある。くせ、そいつを。よし、やばいな、これラリフを使うにしてもちょっと。いける？よし、った。2500やっと。2400ゲットだぜ。2500。二度死ぬ。バギ、メラミ、ヒャダルコ。命を落としてゴミを覚えた。よしいぞ。敵の出現力上がってんよ。8体になってんじゃん。お、ドラゴン。あ、これラリホで、え、あれあれ、普通にレベル上げできんだけど、これ。あれ、なんで、あれ、普通にレベル上げできんだけど、なんで。そんなもんだっけ、こんなもんだっけ。てかラリホ強えな、やっぱりラリホ強え。再確認した。強そう。ビギナマン。いや、しかし、ラリオはやっぱ、格別強いな。おい。ラリオとかいう神魔法。何この強さ。ただ、マオトラ来てくれ。マオトラ来るかどうかな。あまりにも神だな。終わりか、潮時だな。ルカに、ルカにでけんじゃね。全然増えてねえな、ルカになのに。いくらだったの。全然増えてねえじゃねえか。全然増えてねえんだけど、これ同じじゃねえか。ルカなんと、ざけんの。あ、よし、キアラル。悲しくなってくるな、これ。もうボケしか出ない。もういいや、帰ろう。ラリホ、やっぱラリホ強っ。ヨガマジン、おし、うまい。おいおいおい、うめえな。てか、これかなりいいぞ。やはりこの、待て、お前誰か知らんか。お前が誰か知らんか。的になる、まず。よし、まい。
ん、爆弾よね。ってことは90で固まるんだな。91からか。よし、これなんとかもう一手倒せねえから、まあいいか。そんなとこで欲、そんなとこで変な欲出して仕方がない。よし、うめえ。やっぱ3回から6回うめえ。かなりうまいな、3回から6回で落として。ドッグスナイパーもいねえし、ギラ、そしてギラという。悲しいな。爆弾よ。あ、爆弾よはもういいよで。吹き飛ばせばいいっしょ。よし、ちょっと頑張ろう。一発頑張ろう。ここで魔法トラ覚えないと。俺、次にねえぞ。これを真の冒険と定めて。真の冒険だ、これ。よし、氷河人。氷河人という棚の。よし。お前、単なる癒しだな。氷河人。同時に来んの？おい、なんで同時に来んだ、お前。やっぱりいいか。ルカに。ルカに。お前は本当にもう。よし。あ、意外と。ルカニっていくら ?5 か。5も使うのこれ。死ね。まあ、いけんこともない。てか、ラリオっつね。圧倒的パフォーマンスを見せている。あと5つ。あと5つ、マオトラが来なかったら、もう選手生命終わりだ、俺はもう。くそ。お前殺す。ルカニなんだったら倍減れよ。ルカニの圧倒的コストパフォーマンス、なんとか倒せてるぞ。形になってるぞ。よーし、ふたばれ。だいぶこれもだいぶきつくなってきた。お、ヒラーマン、これニャズ無理だね。いやいや、うまいな、ここやっぱ。本場不思議なダンジョンの方でもさ、この辺の回ぬるかったしな。90か。もう、お前、来んな。嫌んなの、お前。よし。お、うめえ。やっぱうめえ。やはりドラゴンステーキはうめえ。ドラゴンステーキにかけるぜ。この肉を焼いて。ダンジョン飯と行くか。ダメかもしれん。いや、もう魔法トラ出なきゃいけないということはない、別に。出なきゃいけないってわけじゃないから。ベギラボンの呪文使えなくなった。間引くか。いや、でもこれちょっと間引けねえよな。ダメだ、これは間引けない。お道ダメ。いや、これでこの戦力でどっすな。ヤザルある？俺 あるじゃん。使ってからいけよな、俺も。よし、くそ。よし、シゲツか。できるだけ白の騎士、大魔導、殺し合い。頑張るか。これさ、ドッグスナイパーもさ、遠倍で来るんだよね。勾配の感じで来るよね、ドッグスナイパーも。別に審判林に、ほら、なんかこれな、今確実に勾配だったよな。勾配だったってことは、これ多分どれでいくか。ヤザルあるし第一、これ以外無理でしょ。倒すしかない。ちょっと
ぱこうなるよな。まあ大人ねえと。けだもんか。お、向こう行った。ありがてえ。よし、後ろから来てる。かっ、やられました。これ誰？あ、これバズだな。やべ、超油断してた。いやー、ちょっと魔法取らねえときついな。まあいい、なんとかやれるところまでやる。メガザラ使ってしまったけど。まだこいつぐらいだったらいいけど、メガザル無意に失ってしまったら今やりて。あれ、スカラ、スカラか。あといくつ？あと1個、あと5か。5個ね。デイン、デイン念じゃやらねえ、割に合わん。でも行こう。おう、メラゾーマ。おちょっとメラゾーマ取るなよ、この上。この上。大して恵まれてもいねえんだぞ、俺今。いいよ。な、早っ！走るら。あ、バシルーラツ。これがあってくれて助かった。ほんとに。でも倍速のやつ全員、ドッグスナイパーだと思う。あれ全部ドッグスナイパーだ。やばい、やっちまった。どうせラリフォーをミラミラミラミか。これちょっとね、あかん、やばい、早い。こいつね、再度動き出すまでのスピードも速いんだよ、バズズ。いや、もう誰だよ、お前誰だ。死ぬとこだぞ、これ。まずい、じゃあこいつもすぐ起きるじゃねえか。まあでもこれだって倒せんこともない。すぐ動かないよな。おい、動いたぞ。すぐ動くんだけど。マジかよ、2回構造のやつすぐ動くわけ。そう、反則だろ。レベル一つ上がらないと。ここまでやって。いや、来んな、いや、来んな、なんで来る。ちょっと待って、煮込みがある。めったに来ないです、こっちには。めったに来ない。 なんかたまたまあそこでぶつかってこっち来たよな。ほら、回復できるよ、これ。来ないでしょ、ここまで。基本的になんだろう、こいつのルーチン読めたぞ。曲がらね、なんか曲がる習性ないよな。曲がる習性ないから中にか。とりあえず逃げて。リミーラ、お、いける。サルメール、アシルーラ。これちょっと勝敗きついな、25って。よし。ん？初めてじゃん、11回って。おい、11回初めてだ。最高記録更新。変わってなくね？しかも遠いな。誰？スター決めろ。おい、いける。メナゾーマねえか。ゾーマなしか。あ、メラメで行こう。まあ、コスパそんな変わんねえし。変わるけど。スターキメラいくつ耐えるか。100。120。
140。勝った。160。勝った。ヒャダイン。おい。どうひいき目に見てもきついな、これ。一人形か。じゃあまあ、ラリフォーで止めて、まあ倒していくか、リチギン。倒していいっしょ。経験値持ってるし。そこまで敵内容きつくないぞ、これ。多分。次々に来ている。1普通に来やがった。やばい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 。っていうかルーラーがないから、こう抜けないといけない。ダメだダメだ、やばい。バッシュルーラー使っていかないといけない。ここまでか、ここまでか。だよこいつ。え、何今、何今の動き。あ、そうか、こいつキメラだな。あ、もうダメだ、終わったな。メガンテだな。もういけた。もしだす、リレミとバギマ。ダメだな、これ。これじゃ無理だな。これじゃ無理っしょ。メガザルある。メガザルねえか。まあよく頑張ったわ。え、誰あいつ。メトロゴッソかな、こいつ多分。そんな強くはねえよ。ここまで来たら敵はそこまで強くないな。勝てえけど。勝てえけど。え、店店あんの。え、嘘。全部強えだろ多分。しかもなんか敵めっちゃいるし、これめっちゃいるし。あ、ここいける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 。いけんじゃないこれ。レベル上げる。これで、これ、これいけるっしょ。これいけんじゃね。まだ横のぞみ。お、お、いける、いけるぞ。マジか。まあ魔法とらねえけどさ、魔法とらねえとちょっとやる気かけるんですよ。いけるっちゃいけるな。てか遅い。ヒャダインね。あった。ヒャダイン早いよな。もう最高だ。カニに効かねえか。カニはサマサに強えか。カニだし。よし。ルーナから。1万。ちょっと。あ、埋まってしまった。埋まってしまった。誰か消してくれ、俺、俺の魔法を。ちょっと埋まってしまったよ。どうすんのよこれ。明治魔法じゃん。あ、埋まってしまったんだけど、魔法が。もうダメっしょこれ。さすがに倒す方法ねえもんね。ルーラもねえしさ。頑張るか一応。あの店が何かぐらいは、あの店が何かぐらいは突き止めるか。あの店の謎ぐらいは。よし、うまいぞ。あの店の謎ぐらい突き止めてしまう。あの店なんだマジ。いや、これ何だこいつ。マントラコラか。ちょっともう一回やるわ。